日本一強いアナウンサーを受賞するセント・フォース所属の堀江美奈が3日、ネット上での大バズりをきっかけに SNS フォロワー数が20万人も増えたことを報告した。写真、筋肉すと驚きの声、堀江美奈のチャイナドレス姿のスリットから覗いた太もも。青いチャイナドレスに身を包んだ堀江が、気合いの掛け声とともに瓦15枚をすべて割る動画が X 上で拡散され、 再生数は1000万回を超えるなど瞬く間に時の人となった。1日には、起きて X 開いたら4000人フォロワー様が増えていた、とフォロワー像を明かしていたが、そのわずか2日後には、すごい、過去のツイートまで伸びていて SNS のフォロワー数が20万人も増えましたありがとうございます。と各種 SNS でのフォロワー数が爆増したことを明かした。そして、 何かあったら助けに行くのでこれからもよろしくお願いします。と感謝を綴っている。3日の朝には改めて自己紹介をポスト。瓦割りの最高記録は15段。特技は寸計と足技です。と記し、シャープ日本一強いアナウンサー。と添えた。青いチャイナドレスのスリットからは大胆に太ももを覗かせている。これらの投稿には、凛とした美しい佇まい。 筋肉すご、半端ない、かっこよすぎ、マジですげえ、など驚きの声が寄せられた。31歳の堀江は50流空手初段の黒帯を取得しており、公式プロフィールの特技欄にも、原割り、空手、と記載している。